バーチャル世界で事件を捜査する不可思議な刑事の物語、ネカポリス。主人公ハーバード・マークスは新人刑事としてブロードストーンポリスセンターに配属される。そこではバーチャル空間を利用した新世代の訓練が行われていた。現実が完全にコピーされた仮想空間、現実と全く同じように街は動き、事件が起きる。しかしそこは多くの事件の真実が眠るもう一つの現実だった。仮想空間で手に入れる手がかりが現実の謎を解き明かす。しかし謎のハッカーによって世界は大きく変化してしまう。仮想空間のキャラクターデータはトイのデータに置き換えられてしまったのだ。それぞれの得意分野を持った刑事たち、彼らの能力を駆使して難事件の解決に挑む。稀有な力を持った新人たちはエリートを出し抜いていく。プレイヤーは新人刑事となって世界を恐怖に陥れる史上最悪の犯罪者クラウンを追い詰める。ここからは仮想空間デカシムでの事件解決の流れを見ていこう。今回解決すべき事件は12年前に起きた宝石強盗事件。デカシムによって当時の状況を完全再現している。まずは現場を捜索し、証拠品や犯罪の痕跡を探そう。関係者の証言が有力な手がかりとなることもある。情報が揃っていくとそれを使って事件を分析していく。ここからが推理フェーズの始まりだ。集めた情報や証拠品はエビデンステーブルに置かれていく。関係者たちからの情報をもとにエビデンステーブルから事件ボードにクリップし、事件の真相を推理しよう。集めた情報をもとに関係図を完成させ、事件の真相を解明するのだ。事件の真相が分かったらシンキングビジョンで推理が的確であるかを判定する。判定で推理が正しければ解明フェーズとなる。真犯人を指摘し事件を解決に導け。犯人の中には逆上して襲ってくる者もいる。刑事として冷静に対処しよう。バトルは武力行使だけではなく、犯人の心に訴えかけて改心に導くこともできる。やむを得ず武力兵器を使用する場合は許可が必要となる。デカバングルで申請しよう。デカシムの中では犯罪者の悪意が具現化し、クライムビーストと呼ばれる怪物になることもある。クライムビーストとのバトルでは最高ランクの武器使用が許可される。手段を選ばず敵を無力化するのだ。無事に犯人を逮捕できればケースコンプリートとなる。ここまでの説明で刑事としてやっていく上での概要は理解していただけたかな。さあ今日もあなたの刑事としての一日が始まる。